まあ、スラブ系のアクセントなんですね。だからロシアとかあっち系のわざと読み方をしてる。第5問がもう第2日程の方が全然難しい。はるかに上。これはね、聞き取れないと思う、普通に。そうだよ、始まりました。ポチッチャンネル。さあ、今回はですね、共通テストの第2日程のリスニングを分析していこうかなと思いますね。まあ、いずれね、詳しい解説は今、授業チャンネル立ち上げましたので、まあ、そちらの方でね、まだ収益化されてませんが、収益化された後で扱っていこうかなとは思っています。ぜひ、チャンネル登録してください。収益化には再生時間も大事になってきますからね。それでは、見ていくわけなんですが、第1日程と比べて、第2日程、の方が難しかったって印象ですね。まあ、問題の出し方はそこまで変わらなかったんですけど、途中えらい難しい問題が出てきたなという印象ですね。まあ、第二日程を受けてる人自体は少ないんで、あまり大きな話題にはならないかとも思うんですが、かなりレベルの高い大問が出てますね。ではそれぞれ見ていきますね。最初が A の問題ですね。まあこれ2回流れるんでね、だいぶ優しかったかなと思いますね。問い1とか、問い2はね、ちょっと引っ掛け厄介ですね。 Blue onesっていうね、ちゃんとね、ずっていう S 言ってて複数になってるんですよね。ああ、やらしい引っ掛けだなと思った。で、3は簡単。ああ、4もちょっとややこしかったですね。情報量が多かった。会話中に情報量が多いんで、ちょっと、うってなった人もいるんじゃないかなと思った。B の A は1個目簡単、2つ目も簡単ですね。シェフ、ウェイターって言ってたし。で、問い7は、ちょっと面白かったですね、これね。普通、どこにあるとかっていう位置を言うじゃないですか。位置じゃなくて距離で言ってるんでね。どっちの方が遠いとかっていうね、ちょっと珍しいパターンだなと思った。次が、部屋の後片付けって書いてありますけど、初期法でいけるかなっていう感じですけど、まあ、あとはね、ちゃんと設問聞いた方がいいですね。設問でこの会話が終わった後って確か言ってましたよね。なんで、終わった後はこれだろうっていうのがわかる。で、次が1の問題ですね。これははっきりと1が分かってないといけない問題だった。絵がちょっと気に入らないですけどね。キリンがずーっていうのはわかるかもしんないけど、このさ、もみの木みたいなのがあってパークを表すとかさ、これ人によって感覚違くないって感じですけどね。次のやつ、あ、ランチセットのやつね。まあ自分が書いた1から鍛えるになんか似たような問題あります。似てんだよね。問10も問11も自分のリスニングの本に出てきてるんですけど、それは過去のセンター試験の問題を参考にして作ったやつなんで、だから10と11はちょっとセンター試験っぽいんだなっていう印象ですね。はい。で、第3問からが1回しか流れないんで、レベルが上がりますね。第3問が優しかったんですよ。第1日程かなり。第2日程の方が第3問は難しくなってますね。例えば最初の問題は、Where do both friends ですね。両方っていうのがこれ大事な条件になりますね。片っぽじゃダメなんですよ。両方なんですよ。13は簡単だった。そのまま。14はですね、これ結構厄介だね。ね、The other one って言うんですよ。その The other one が何を指してるか分かんなきゃいけないので結構大変ですよ。1回しか流れないですから、もう一つの方だから直前に言ってくれてるやつじゃないんだもん。それじゃなくてもう1個の方って言ってるのでややこしいですね。引っ掛けとしていろんな情報も出てるので、まあこれ引っ掛かる人出るなって思った。問い15は簡単。問い16、あ、これはね、消去法を使いながらちゃんとやっていかないと無理じゃないかな。かなり難しいと思いますよ。問い17は、あ、これもね、はっきりと言ってくれてないから、難しかったんじゃないかなと思うね。確か会話2つ、イギリス英語で、ここもイギリス英語だったなって思うんですね。イギリス英語の会話が2つあったなって思いました。で、第4問ですね。第1日程が円グラフだったのに対して、第2日程は棒グラフでしたね。そこまで難しくないんですけど、比較を使ってやっていくんで、それが難しいですね。一番暑いとか一番寒いっていうのは簡単なんですけど、その後にこれよりは暑い、これよりは寒いみたいな表現が出てくるんで、なんだか18、19、20、21のところにこう数字書いてったら厄介、1とか2とかさ、書いていくんではなく、ちゃんとね、ここの地域のアルファベットとかで書いとかないとややこしいですね。どのグラフがドイツのことだかわかるようにしておかないと、数字で書いちゃうとですね、この数字書いてあるからこれが、こいつのことだとかってね、3って書いてあるからこれランズフィールドだとかってやっていくと作業が1個増えちゃうんで、めんどくさいんで、ちゃんと名前をメモって
っておくっていうのが大事だと思いましたね。名前メモってなかったからめんどくさかったです、自分は。あ、次ですね。これちゃんと計算しなきゃいけないめんどくさいやつでしたね。24、25が計算が必要です。ちゃんとはっきり言ってくれてるんですけど、まあ焦ってる中でね、ちょっときついかなと思った。で、思ったのが、B に入るまでにめっちゃ時間ありますね。間がすごいあるなと思って、その間に結構先まで読めんじゃねえのって思いましたね。第5問とか第6問も読めちゃうんじゃないのかなって思った。なんでこんなに間に時間あるんだろうっていう印象でしたね。B ですね。B も第一日程より難しかったなって思いましたね。やっぱりこれもやっぱ数字の言い換えっていうのがとっても大事になりますんで、だから今回ハーフアマンスっていうね、半月っていう表現。だから半月が何日かっていうのが浮かんでないと答え出せない。しかもだって一つ目が答えだから、もうそこ聞き逃しちゃったらおしまいなんだもん。で、二個目のランゲージスクールのところを読んでた人がさ、何なのこのアクセントって。なんかね、ノンネイティブアクセントを真似してるんですよ。読み方からすると、スラブ系のアクセントなんですね。だからロシアとかあっち系のわざと読み方をしてる。でも本物じゃないから、英語ネイティブの人がロシア語なまりを真似てるみたいな感じで非常に聞きづらい。別に自分はロシアアクセントも、まあ、映画とか、まあ、ロシアアクセントっていっぱい出てくるので結構慣れてんですけど、それとも違ってちょっとイライラってしてしまいましたね。はい。で、まあこれは OK とダメっていうのをね、印つけとけば解ける問題でしたが、結構大変だと思った。で、第5問がもう第2日程の方が全然難しい。はるかに上。この図表みたいなのがあるんですけど、第1日程はですね、結構埋めていくのが楽だったのに対して、第2日程は、これ今どこの話してんの？今ここなの？みたいなね、風になっちゃう人が多いんじゃないかなと思った。空所がね、第一日程の方がだいぶ早く出てくるんですよ。それに対して第2日程がだいぶ後に空所があるので、これどういうこと？っていう風に思ってね、あ、ちゃんとこれ順番通りに話してんだって気がつかないといけないんですよね。ただこれはね、聞き取れないと思う。普通に速さも英語の構文単語もトフルに比べればだいぶ低いんだけれども、内容はトフルみたいな内容なんで、これは聞き取れないと思いますよ。普通に何言ってるか分かんないっていう人が続出するだろうなと思った。だから多分普通に何を喋ってたか分かんないから、全問ボロボロって人がいてもおかしくないですね。そう、だから内容が難しいし、今どこの部分のこと話してんだろうって思っちゃう人がいっぱい出ただろうと。同じように33もこれも難しいですね。まあ表を見りゃわかるんだけど、この表が何を表してるのかっていうのがリスニングの時間内にわかんないと思いますね。で、それぞれまあ消去法で消せるんだけど、表の意味がわかんなきゃもう無理なんで。だから第5問がもう圧倒的に第1日程より難しい。手も足も出ない人がいっぱいだと思いますね。なんでこれが第一日程とかに出てたらね、もうみんななんだーっつってなったと思いますね。で、第6問が、まあメインポイント同じですね、キャロール。なのでこれ人がね、どっちだかちゃんと押さえとかなきゃいけないですからね。で、35の方が、バブがアグリーするものですね。これも本当にどっちか間違えちゃいけないよね。キャロールとね、ボブ間違えないようにするっていうのが大事ですね。まあ、35は、やはり、思考調査の時はメインポイントになってましたけど、第1日程も、第2日程も別の形式になってますね、問い35。続いては、はい、4人会話で、ね、第1日程の時みんながどれがどれだよ、名乗れよ、とかって言ったやつですから、そこじゃなくて、そう、重要なのは、意見が変わるのがややこしいって私言いましたけど、第2日程も同じでした。意見が変わるのがややこしい。で、この書いてありますね。これ、会話が終わった時点でってこう書いてあるんです。ここに線を引けって私は思うんですけどね。選挙の投票に行くことの積極的でなかった人は何人でしたかってことです。だから分かりにくいんですよ。意見変えるから。難しくする要素は同じでした。ただまあ、この受験者の中には、誰が誰なのってなっちゃう人もいるだろうなっていう印象ですね。結局ね、第一日程と同じパターンで一人だけでしたけど。で、次はヘレンの意見をちゃんと分かってれば全然難しくないですね。という感じですね。だから、第5問のレベルが全然違ったって感じかな。なんか第5問のレベルだったら、純粋なリスニング。英検準一よりも難しいぐらいじゃないかなって思いますけどね。まあ問題にはよるんですけど。そこが印象的でしたね。まだ基本的には形式は同じなんだけれども、第3問とか第5問で第1日程よりちょっと難しく感じましたね。まあね、来年受ける人はね、ぜひ参考にしてね、本物の問題がね、2
2つある状況ですから、さらに思考調査にも似てますから、思考調査も使える。だから対策はもしかしたらリーディングよりもねたくさんあるかもしれませんので、ぜひこういったことをね参考にして問題解いてみてください。はい、僕はプロデュースしてる塾ベーシスでは LINE 相談やってますんで、はい、LINE で英語の勉強で悩んでる方は使ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.